この二人のガチな殺し合いはいつか見たい。両方とも血まみれになりつつ殴り合ってそう。近寄りたくねえ。すまないさん止めてくれ。ガチはガチでも、お互いに全ての武器防具その他アイテムを使えるものとして、とかじゃなく捨て頃で取っ組み合いをしてくださいならあるいは。捨て頃でも楽しそうに殴り合いそうだな。どっかの聖杯戦争や得意点で敵同士なら大喜びで殺し合うよね多分。ケイローンとスカサハも殺し合うのかな。クーフーリンもなんかすごい戦車だか馬だかを持ってるんだっけ。バルハラかカルデアは、エイリークのレス。クーフーリンとアキレウスの戦いをジークフリートが割って入るとかすっげー光景よな。兄貴は、透明になったり、地形を変えたり、大軍を蹴散らす戦車持ってるね。ちなみに、戦車はアルスターで最速だったりもする。ゲイボルグから走って逃げたら穂先がめっちゃ伸びて追尾するのだろうか。エリチの言う通りプラチナカードすぎて、ここで切っちゃうんだって思った。アキレウス相手に主槍を使うならどっち貫くのがいいんだろうな。心臓かかかとか？かかと貫いたら大暴れして消えるんで、心臓狙う方がいいと思う。あの人参が負けるとこが想像つかん。今のスペックだとアキレウスが普通に勝つでしょ。音速の3倍の速さで動けて投げボルグマッハにより速いのやばすぎるわ。兄貴は低知名度コトミネステータスがデフォルトになってるのと魔術も技量もスカサハイカナノを早く変えてくれ。クーフーリン VS アキレウスとかいうドリームカードの頬にべで切ってて草、だが、それがいい。そこに割って止めに入るジークフリートとかいうマジでプラチナチケットな試合。アキレウス VS クーフーリンとか何気に夢のカードじゃんよ。って思ってたらエリチが全く同じ反応してて笑った。個人的にアニメで見たい対戦カードトップ3の一角、いや本当プラチナカードだよまさか模擬戦止まりとはいえゲーム内で見れるとは。皆が一度は考えたことがあるであろうケルトの大英雄 VS ギリシャの大英雄のバトルが現実になるとはなぁ。あっさり音速を突破するあたりさすがである。似てるようであんまり似てない気がする。実際アキレウスの性格はプロトの方の兄貴らしい。改めて意味不明だな青タイツ。アキレウスの金色の鎧の意味はわかるのかよ。クーフーリンはケルト版アキレウスと例えられるという関連性が。実際魔力供給がほぼ対等なマスター同士ならどっちが勝ち目高いんだろう。土地の知名度補正もあるからそっちも対等にしないとわからんぞ。めちゃくちゃ長丁場になるだろうけど宝具知名度の差で右かなぁ。10回やったら10回とも結果が違うことになりそう。申請あるから殴り合いに不都合がないのはいいな。72キロ97キロ軽すぎるんだよやっぱ。兄貴はムキムキに書かれることもあるけど身軽って設定のキャラではあるんだ。80キロはあっていいと思うけど。事実上フェイトシリーズ最初の敵サーバントなのに未だに冬騎士聖杯戦争優勝候補に上がるのはすごいよね。やり兄貴強さ自体なら上もたくさん出てきたけど燃費と性格の良さが評価を上げている。展開の都合がないなら文字通り必殺があるのと設定上手札がたくさんあるのはイブシ銀の輝きがあるな。単純に火力底上げできるし宝具を防ぎきれる防衛陣も張れる、音量偵察もできるしこれはと思うなら決戦陣も敷ける。本来のマスターだったらそれはもう順当に聖杯戦争勝ち上がってたろうに。はっきりとは描写されてなかったけど今回は兄貴が普通に負けてそうな感じだったな。今回は兄貴が負けてたけどアキレウスのセリフで普段は勝ったり負けたりな関係なのがわかるいい塩梅だと思います。アキレウス的にも神聖持ちだから気兼ねなく戦えるのはいいんだろうな。それにしてもアキレウスと勝ったり負けたりってもしかして兄貴ってクソ強い？味方側では扱いづらいにも程がある二人だ。クソペナルティでもつけないと安定感ありすぎる。クソペナルティこれでもかというほど付与したのに二部五勝で活躍する団長は何なんだよ。右ってカルナと遜色ないレベルのサバなんだからやっぱ兄貴ってすげえんだなって。スレガは普通に勝ったり負けたりくらいになりそう。本気出したら初手心臓に必中の槍ぶち込んでくるクソゲーと初手大会宝具以外防ぐ世界盾で潰してくるクソゲー。一周回って互角の良い勝負だな。ゲイボルグは本来異能の槍だけど兄貴は技で異能を剣能にまで引き上げてるって設定かっこよくて好き。アキレウスの速さ7割減で音速超えてて投げボルクがマッハ2だから万全の状態だと槍が一生追いつかないんだな。とはいえ逃げても逃げても追ってくるから問題はあんまり止まれないってことだな。
槍から逃げながら殴り合いするんだ。素晴らしいドリームマッチだ。槍兄貴が普段使いたがらないルーンを全開で使ったらおそらくアキレウス圧倒しそう。問題はお互い死んでからが長いことよ。決着つかなさそう。肩付きで設定的にアキレウスもギリシャ魔術をマスターしている万能勇者だから、魔術でも勝負がつかないと思う。あえて言えば勝負ではなく殺し合いになると性格の差が出る。アキレウスは身内に情が深く手を緩くに対して、兄貴は身内でも敵対したら殺すのスタンスで、友情を深めるほどアキレウスが不利となる。ここいらレベルのぶつかり合いは本当に紙一重でその時のわずかな差で変わる扱いなんだろうね。お互いが平場での勝負だったからほぼ対等だったけど、今回はハンチャーと餃子分がその差になった。ネタバレだけど、槍を使う足の速いサーバントが勝つよ。俊敏は多分反応速度ってなったイベントだな。アキレウスは燃費が。なかなか死なないエピソード的にアキレウスは宝具を使わない時の方が強い。死ににくさなら空風林も同じだから。魔力供給が同レベルなら空風林有利、制限なしならアキレウスがかなり有利ってイメージだな。タイマンだと、マスター対等でも召喚地がアイルランドでもない限り、アキレウス優勢なイメージがある。ただ、聖杯戦争向きの強さなのは空風林だと思う。タイマン好きだけど合戦でこそ進化を発揮するともされるので、コスパ最強宝具、迷いのないケルト的割り切りの精神、ルーンの引き出しの多さで、手堅く立ち回れるのがやっぱ強い。そういや現状って人力焼却とか白紙化地球とかで知名度補正とかはないも同然なんだよな。さらにボーダーからの魔力供給も均一だろうし今回のイベントでの戦闘そのものがスレ隊の条件にほぼ合致してるんじゃないかな。空風林のモデルがアキレウスというつながりがある。セイバー、ジークフリート、ランサー、空風林、ライダー、アキレウス、これで聖杯戦争やったら絶対にやべえ。ゲーム中でもあったけどシミュレーターみたいな平場での戦いはマジで決着つかなそう。お互い瀕死の重傷を負ってからが本番みたいなもんだし。仮に宝具の打ち合いになっても、空風林は戦車に引き潰されても死ななそうだし、アキレウスは心臓をうがたれてからの方が大暴れしそう。かろうじて神話や本人の知名度で、アキレウスかなー。でも書いてる人いたけど10回戦ったら10回とも違う試合展開になりそう。神聖通るのでアキレウスの不死の肉体は無効化。アキレウスの幸運は D なので殺法のゲイボルグはまず避けれない。兄貴割と有利でしょ。兄貴の敏将 A かなり詐欺じゃないこれ。アキレウスの A プラスに水星双方込みにスピード勝負できてるのヤバすぎでしょ。兄貴の敏将 A は槍の突き引き、体のこなしといった瞬発的に上がる速さで単純なトップスピードではアキレウスに分があるとか言われてたけどわかんなくなったわ。元祖最速の槍兵だから、最速の英霊に追随できるのも納得なんだけどね。最近ステータスがインフレ傾向にあったけど、こういう活躍見るとやっぱり化け物だと再確認できる。そもそも敏将イコール単なる足の速さではない説が強いぞ。それだと敏将 A++ の田島はアキレウスよりも速いことになるし。やろうと思えば田島殿は優勢双方中のアキレウスのかかとをぶった切れるかもしれない。神聖なしでもあの時だけはかかとを切れる。胸乗りは体さばき、剣さばきなどなどの動作が極めて速いって感じかなと思ってた。ネテロの拝む動作がめちゃめちゃ速くて王でも反応できてなかったみたいな速さ。逆に超音速飛行可能なはずのメユジーヌが B だったりする。むしろ最高速度より身のこなしの速さの方が重要扱いなんだろう。メユジーヌが元がでかい竜だけあって小回り利かす習慣がないんだろう。ルーラー時にはレスキュー隊員として緩急スキルで覚えたからか EX になってる。これ止める人いなかったら絶対に丸試合になるまで終わらないやつじゃないですか。だから竜殺しが割って入る必要があったんですね。互いに致命傷食らってもそのまま消えるまで戦闘続行してそう。致命傷からが本番ですよね。乱入したのがジークフリートで決着がつかなかったってのも最高にプロレス。今回カルデアの魔力供給&マスターによる有利不利なしというかなりイーブンな状況かつ、超音速の互角バトルしてたので、二人とも格がバリバリ高くてとても良かった。映像化お願いします。
軽い運動程度なんだろうけれど、本気の戦闘になった場合、致命傷を負ってもどちらもしぶとすぎて倒れるイメージが湧かないドリームマッチ、ジークフリートが乱入するからさらに誰が勝つかわからない。これにはイスカンダルとメイブも大興奮。この二人だとどう興奮するのかというのがある。イスカンダルはアキレウス、メイブは空風林に全突破。ヘラクレス VS ベオールフの捨て頃対決も見たい。やばくなってきたらイアソンに止めに入ってもらおう。止めに入る？イアソンの星になった方向を見ながら、夢の対戦とはいえ模擬戦だとお互いじゃれ合い感覚で終わりなんだろうな。ゲイボルグはアキレウスメタになりそうだけどそりゃ使うわけにいかんし、そこら辺頭に血が昇る前でも止めるならすまない3クラスじゃないとという。皆さんは空風林 VS アキレウスという夢の対決についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。